ああ、そういう、でもだとしても何が起きんだ、これで。何か、お、カエルになってる。はい、どうも、こんにちは、こんばんは。ライです。というわけで、今回はこちらの、カワルーム。こちらのゲームやっていきたいと思います。こちらのゲーム、以前ですね、私、ルームとルーム、この2本をやらせていただいたんですけど、その続編ということになるんですかね。早速やっていきましょう。スペースキーさと。さあ、相変わらずこの可愛い生物を私が今回いじっていくということですね。で、今回は、そうね、ちょっとやり方だけ見ましょうか、一応。これだね。この白い子は知らない部屋に閉じ込められてしまった。謎を解いて外に出ようということで、普通に移動があって、上下で部屋移動、スペースで拾うか。OK です。まず拾うとかはできるのか？とりあえずこの扉から出るのかな？あ、鍵がないと。ゴミ箱は持てない。なんか持てそうなのは？これ？持てるけど特に何もないのか？ああ、移動した。ああ、なるほど。こっちで持ったものと上で持つもの違う。なるほど。面白。で？で？ 何ステージなんだ？ 3 個か？3ステージみたいだね。うん、OK。とりあえずまずこの気になる電気からつけてみるか。つけると、何も起きない。何も起きねえな 何も起きねえんかい。小鳥がいて、あ、逃げられちゃった。何もないか。植木鉢。植木鉢？なんか水かけるとかそういう話か。水をかけるとかそういう話かなとか思ったけど、違いそうだな。え？なんだ？リンゴは？あ、取れた。リンゴ何なんだ？あ、宝箱だ。え、宝箱？こっちは風船。もう訳がわからねえな、いきなり。え、どうすんだろう。風船か。まあ、とりあえず置いとくか。あー あ、お前、上に行くの。え？ん？上に行く？ああ、連動するんだ、ここは。え、連動したところで何なんだ？鳥もわかんないし、鳥に餌あげるとかそういう話ではないもんな。なんだろう。上に行ったら、何か変わるわけでもない。なんだ？本当になんだ？時計の位置も変わんないんだもんね。そうだよね。何かこいつ、え、こいつどうすんだろう？待って、鳥取れる。取れたー なるほど。先にこっちに来とけばいいのね。あ、ハンマーになってるし。ハンマー？こっちは？え、何これ？なんか危険ですよ、みたいなやつ？なんかここの壁のやつかな？壁のやつに使うとか。来たー、何？雲？雲？雲が出たからなんだ？なんか起きんのかな？お？雲は何も意味をなしてないけど？え？ん？ん？雲、あの雲は何用なんだろう？なんか、ここに何かできるとかではないんだもんな。え？宝箱をこっちに持ってくるとかでもない。おっと、どうするんだ？風船がどうなってるかなと思ったけど違うもんな。あの雲何？あの雲、あ、待って、わかった。こいつをさ、こっちにして、一番上に行った時に、こっち来たら？違うか？惜しい。ここにして、こう。で、上に行く。違うか。違うんだ。こいつ、でも水じゃないのかな？やっぱり。こいつが水に、で、育つとか。違う。え、違うのか？なんだろう。え、何？何？え、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 何した？俺今 俺今何した？え？出口が現れてる。なんで？鍵がないと入れない。なんか一応エンディング2つあるって話だから、こっちから出るパターンもあんのかな？え？何？ 今俺何の条件でそうなったのかが全然わかんないんだけど。ああ、できた。ああ、ここでスペースキーを押せばよかったのか。ああ、そういう、でもだとしても何が起きんだ、これで。
何か、お、カエルになってる。そっか、オタマジャクシだったんか。こいつどこにすればいいの？下は？あ、カラーコーンがでっかくなっただけか。やっぱじゃあこの部屋かな。何ができる？この辺に置くとか、この中にとか、雲を食べるとか。違う。ん？どうすんの？なんかこの辺に置いた、あー、なるほど。え、うん、うん？何が落ちたんだ？皿？皿が落ちたけど、夜になってる。え？なんか今光ってんな。これなんだ？なんか光ってる。あ、猫ちゃんだ。猫。おー、金塊出てきた。金塊？あ、あー、こっちのバッテリーになってんのね。で、これで、こう入れたら、一本割れちゃったけど、あ、わかった。これ、風船なの、多分。風船をさ、持って、ここにこうすんじゃない？で、そうすれば割れるから、来た。で、割れたら、魚の骨？なんでそんなもん大事にしまってんだ？綺麗に取れたから大事に取ってんのか？で、これどうすんの？こっちは空き缶になっている。なんか水とかが含めるわけではない。あ、おお、こっちは、ん？て、ん？ゴミくず？なんだこれ？何これ？ゴミ箱捨てるとかそういう話か？あー、出た。できた。ゴミ箱に捨てるはできた。あと何がある？あ、なんか土盛られてんな。これか？違うか。え、どうすればいいんだろう？なんかできそうか？あと取ってないやつ。取ってないやつなかったっけ？電源落として上に来るとかではなさそう。あの星座の形なんか気になるけどな。この星座。なんかあんのかな？あるわけではないか。何用だこれ。あ、わかった。これ雲の移動じゃない？雲の移動パターンを覚えろってことか。でも覚えたとしてどうなるんだ？じゃあちょっと動いてもらっていいかな、君。動かないね、君、なかなか。こもちゃん。もう一回つけてみるか。全然雲動かんくなったんだけど。電源を切るとか。バッテリーを取るとかね。で、金塊、あ、あー、スコップになってる。こいつか。で、ここで使ってあげたら、鍵ゲット。鍵。え、どうする？なんかこっち隠しっぽいよな。一旦こっちから出るか。こっちが通常なんじゃないかな。さあ、これで出たら、どうだ？お、ゲームクリア来た。ナイス。じゃあ、あと一個のエンディングですね。多分、二個目の方から出る方向なんで、どうすればいいんだろうな。とりあえず、まずは、こいつ。こいつの、水を、かけるんだけど、かけて、下戻ってカエルだね。うん、結構攻略手順分かるようになったな。で、そうすれば上が夜になる。で、猫をここで出しときます。よいしょ。で、近づいとく？いや、いいか。先にこいつをここに入れて、風船。風船どこだ？風船まだないのか。とりあえずこの鳥を取ったら、ハンマーで開けられると。雲が出てきますよ。それ結局さ、この隠し通路が出てきた理由がわかんねえんだよな。どういう理由だったんだろう。まともに分かってないぞ、俺。そこ。いいのか。ほい。リンゴ取ります。で、こっち来て、これで割ってもらったら、魚の骨。魚の骨。わからんな。これ入れてあげたら、多分どっかしらで、そうだね。ここでさっきは、あれ？星座一個光ってなくない？え、どういうことだ？何も分かってないぞ、俺。え？あ、なんか動いてんな。こもちゃんが動いて。お？こう。はい。そっち。うん。横行って、上行って。ん？なんかこの星座と関係があるのか？なんまかねえ。やっべ。なんまかねえ、俺。あ、星座の形変わる。え、なんで
星座の形が、星座の形なんで変わるの？ん？どういう違いだ？ちょっと意味がわからない。あ、また星座の位置変わってる。え、なになになに、どういうこと？本当にわかんない。で、さっき確かここの土を取ったらもう鍵が出てきたんだよね。で、問題はここの鍵よ。ここの扉が開いてくれないことに俺始まんないんだけどな。え、どうしたらいいんだろう。条件がわからん。あ、てかこれあれなんだね。全部の場所でも鍵しかなくなるんだ、この場合は。おえー、でもマジで条件がわかんないんだけど。こうき、ん？ん？あの星座は何を意味してるんだ。なんか時間帯の問題かなとか思ったけど違うか。こっちの木揺らしても何もないし、リンゴが落ちてくるとかでもないもんな。どういうこと、どういうこと、本当にどういうこと。もうわかんない、わかんない、やばい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 。ちょっともう一回最初からやってみるね。でも途中まで何も変わってないはずなんだけど。雲出します。で上行って、この植木鉢をメガ進化させるじゃん。メガ進化からのカエルちゃんで朝と夜をぶっ壊してもらう。で次にここのリンゴを持つ前に猫ちゃん出して、金塊出すじゃん。これで金塊出します。そうすればここに着くと。で、あとは宝箱をここでぶっ壊してあげる。で、こっちのね、ゴミくずちゃんに入れますよ。で、あ、でもやっぱこれさ、あれかな、欠けてるところに雲が来た時に行ったからなのかな。どこだ、位置としては。あー、雲の巣の一番下だね。一番下に行った時にここ。あー、そういう、なるほど、やっと理解した。結構すっきりしたわ今。よかったー。なんかすげえ、なんであれが開いたんだろうってめっちゃ気になってたから、よかったわ、謎が解けました。 Thank you for playing こちらさん、ありがとうございます。じゃあゲームクリア。 OK、 あー来たね、カエルちゃんと一緒、ありがとうございます。はい、というわけで今回こちらのカワルーム、こちらのゲームやってきました。いやー結構可愛らしいゲームでね、なんかめちゃくちゃ良かったね。相変わらずこのルーム系の作品は大好きです。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。